クブラとプレフはブルガリアのプロボクサー。ソフィア出身。幼少の頃からサッカーをしていたが、13歳頃に元アマチュアボクサーの父親に半ば強制的にボクシングを始めさせられる。ブルガリア在住だがブルガリアにプロボクシングの基盤がないため、試合はドイツで行っている。2001年、北アイルランドのベルファストで開催された2001年。 世界ボクシング選手権大会にヘビー級で出場。準々決勝でスルタンイブラギモフに敗れた。2003年、タイのバンコクで開催された2003年、世界ボクシング選手権大会にヘビー級で出場。1回戦でオドラニエル・ソリスに敗れた。2005年、中華人民共和国のメミヨーシで開催された2005年、世界ボクシング選手権大会にスーパーヘビー級で、 出場。準決勝で、オドラニエルソリスに敗れたが銅メダルを獲得。2007年、アメリカのシカゴで開催された2007年、世界ボクシング選手権大会にスーパーヘビー級で出場。3回戦で敗れた。2008年、北京オリンピックにスーパーヘビー級で出場するが1回戦で敗退。2009年、イタリアのミラノで開催された2009年、 世界ボクシング選手権大会にスーパーヘビー級で出場するが準々決勝で敗退。2009年9月19日、ドイツのノイブランデンブルクでデビュー戦を行い2回 TKO 勝ち。2010年1月30日、ドイツのノイブランデンブルクでマットスケルトンに4回小勝ち。2012年1月14日、ドイツのオフフェンブルクでマイケル・スプロットに9回危険勝ち。 2012年5月5日、ドイツのエアフルトで、自身の持つ IBF インターナショナルヘビー級王座と、空位のエブ欧州ヘビー級王座をかけアレクサンデル、ディミトレンコと対戦し、11回小勝ちを収め、IBF インターナショナル王座の2度目の防衛、エブ王座の獲得に成功した。2012年9月29日、ドイツのハンブルクで、アレクサンダー・ウスティノフと対戦し、11回小勝ちを、 納め IBF インターナショナル王座の3度目の防衛、エブ王座の初防衛に成功した。2013年6月1日、エブの2012年チャンピオンオブイヤーに選出され、オーストリアウィーンで開催された年次ミーティングで受賞式に出席した。2013年8月24日、約1年ぶりの試合を、ドイツのシュベリームで、IBF 世界ヘビー級4位のトニー・トンプソンと、 IBF 世界ヘビー級王座挑戦者決定戦で、対戦し12回3から0で判定勝ちを収め、ウラジメールクリチコへの挑戦権を獲得した。当初は、他の IBF ランカーと挑戦者決定戦を行う、はずだったが、トーマス・アダメク、ルスランチャガエフ、タイソン・フューリーが、プレフとの対戦を避けたためトニー・トンプソンとの間で、挑戦者決定戦が行われた。 2014年9月6日、ウラジミール・クリチコと対戦する予定だったが、クリチコが試合2週間前のオーストリアで、スパーリング中に、左腕の上腕二頭筋を負傷し試合が延期された。2014年11月15日、ハンブルクの王にワールド・ハンブルクにて、WBA ・ IBF ・ WBO 世界ヘビー級、スーパー王者、ウラジミール・クリチコと対戦するが、 5回2分11秒小負けをキッシュ王座獲得に失敗した。また、プレフが IBF 以外の団体へのタイトル認定料の支払いを拒んだため、プレフが勝利した場合には IBF 世界王座のみ獲得できる変則的な形で試合が行われた。2016年5月7日、ハンブルクの王にワールドハンブルクでエブ欧州ヘビー級王座決定戦と、 IBF 世界ヘビー級ランキング2位決定戦で IBF 世界ヘビー級6位のデレックチゾラと対戦12回2から1位の判定勝利を収め王座獲得に成功した2016年12月3日母国ブルガリアで地震初の試合でサミュエル・ピーターと対戦し3回終了後にピーターが腕の負傷で危険したため勝利した2017年10月16日 同月28日に WBA IBF WBO 世界ヘビー級王者のアンソニー・ジョシュアに挑戦予定だったが、プレフは肩を負傷して欠場した。2018年5月25日、IBF 世界ヘビー級2位のクブラとプレフと IBF 世界ヘビー級4位のディリアン・ホワイトによる IBF 世界ヘビー級王座挑戦者決定戦の入札が行われ、 エピックスポーツエンターテイメントが150万111ドルで、工業権を落札した。ファイトマネーの分配は、プレフが75%の112万5083ドル、ホワイトが25%の37万5027ドルで、ホワイトを要する、マッチルームボクシングの入札は83万1111ドル、プレフを要する、 ザウアーラントイベントの入札は80万1305ドルだった。しかし、入札に参加しておきながら、ディリアン・ホワイト陣営は、ジョセフ・パーカーとの試合を選択したため、この試合は実現しなかった。2018年6月25日、IBF 世界ヘビー級2位のクブラとプレフと、IBF 世界ヘビー級3位のジャレル・ミラーによる、IBF 世界ヘビー級王座挑戦者決定戦の、 入札が行われ、エピックスポーツエンターテイメントが2111,111ドルで、工業権を落札した。ファイトマネーの分配は、プレフが75%の1583,334ドル、ミラーが25%の527,777ドルで、プレフを要するザウアーラントイベントの入札は110ドルだった。しかし、ミラーは、 プレフのホームであるブルガリアで対戦することを嫌い、また、WBA 世界ヘビー級正規王者、マヌエルチャーへの指名挑戦権を、すでに得ているため、最終的にプレフとの対戦を拒否した。2018年10月27日、約1年6ヶ月ぶりの試合を、ブルガリアソフィアのアリーナ・アルメーツで、IBF 世界ヘビー級王座挑戦者決定戦を、 IBF 世界ヘビー級3位のヒューイ・ヒューリーと行い、12回判定勝ちを収め、IBF 世界ヘビー級王者アンソニー・ジョシュアへの挑戦権を獲得した。2018年12月、トップランク者と契約した。2019年3月23日、カリフォルニア州のザ・ハンガーで、ボグダン・ディヌと対戦し7回小勝ちを収めた。 試合後プレフがインタビュー中に突然女性インタビュアーの顔を掴んで無理やりキスをしたことで女性インタビューは性的暴行事件に有力な弁護士を雇って記者会見を開き告発を行った。プレフはこれについて女性インタビューは友人で勝利が嬉しかったのでキスをしたその後に彼女は祝勝会に参加したしキスをした時も疑い笑っていたんだと弁明した。 女性インタビューは、キスされてから笑ったのはショックでどう対応していいか、わからなかったからで、プレフには尻を足づかみにもされた。プレフとは、友達ではなく、祝勝会に参加したのは、他の選手にインタビューをするためで、プレフが来たのは、祝勝会の終わり近くになってからで、インタビュー動画からキスの場面を削除するよう頼まれたと、反論した。2019年5月15日、 カリフォルニア州アスレチックコミッションは、プレフに2500ドルの罰金とセクシャルハラスメントの講習を受講するよう命じ、この条件を終えれば7月22日にボクシングライセンスの再申請を認めるとした。7月22日にカリフォルニア州アスレチックコミッションにより、ボクシングライセンスの再交付を認められた。2020年6月20日、 トッテナムホットスパースタジアムでアンソニー・ジョシュアと対戦が決まっていたが新型コロナウイルスの影響で試合延期になった。ありがとうございます。